両方、FIFA23 の表紙、かっこよすぎる。歴代最高のサッカーゲームの表紙。三笘のおもちゃいてくさ。右側を三笘に変えたらしっくりくるな。ジャルサイドバックじゃん。三笘、このおもちゃ壊れちゃった。プレミア9位 VS プレミア10位。消せ。クソダサくてくさ。ワイならウーデゴールとハーランドにするけどな。今年でタイトル変わるにゃっけ。普通ハーランドだよね。サッカーより格闘技っぽい。ワイリバポ困惑、サラーノがまだマシ。ムバッペとハーランドがこの構図やったら。日本人最新能力値ランキング。藤本とかいう謎の存在、ベルディ出身ってことしか知らない。鎌田の評価ってゲームで評価されてるよな。鎌田だけ正当な評価されてる、あとは課題か過小で評価されてる。FIFAてアジア人の能力低すぎん。海外で普通に結果出してるやつすら雑魚能力で、ああなんかなって思うわ。ソンが頑張ってるから。ビッグクラブで試合でな能力上がらんからな。滝のおかげで取れたカラバオカップのマーク。中止ろ。でも三笘はそのうち本当にこのゲームの表紙飾りそう。とうとくない。アーノルドこの前の FA カップで完全にメンタルいった気がするんやが。ブヘルとコンテにしろ、